続いては iPhone11 です、広角モードで撮影します。プロゴルファーのクラムです。今回はですね iPhone11 と iPhone7 の、広角の差について検証したいと思います。練習場であまり後ろに下がれないじゃないですか。今回の iPhone11 だとかなり広角なのでかなり寄って撮影ができるそうなので、ゴルフにとって iPhone11 が必要かどうかを検証したいと思います。まず iPhone7 から打ってみたいと思います。ボールまでの距離は1歩、2歩、3、4歩ぐらいになってますね。4歩ぐらいの位置でこの幅ですね、上ちょっと余って下余ってるぐらいですね。このようなアングルですね、はい、通常モードで同じ位置でこれぐらいの幅ですね。通常モードでもかなり広いですね。 iPhone11 の方が、 iPhone7 の方が拡大されているような状態になってますね。そしてアップをするとこれぐらいですね。画質もいいですね。これが同じ場所からのズームです。画質も綺麗ですね。続いては iPhone11 です。広角モードで撮影します。ボールまでは1歩、2歩です。たった2歩です。2歩だったら練習場の裏の通路まで行かないですよね。ここでこんなに広角なんですね。これはゴルファーにとっては結構必需品かもしれないですね。このようにスイング確認ができますね。これだけ近くで撮れると、この自分の休憩する椅子にスタンドするだけでも撮れますよね。それが素晴らしいですね。はい、こちらは iPhone7 の動画です。11より画質が少し荒いですかね。先ほどの iPhone11 の撮影はこの前のカメラで撮影しています。広角モードだとこんなに近くても全身が映ります。ではどれぐらい離れているのか見てみましょう。これが iPhone11 です。でこちらが iPhone7 Max です。こんなに、従来はこんなに離れなきゃいけなかったのに、今 iPhone11 の広角モードだとこんなに寄っても大丈夫ですね。この距離です。これは2ヤードぐらいですね。で従来だと4ヤード離れなきゃいけないですね。練習場で4ヤード離れると、通路まで行っちゃいますよね。自分の、打席内で iPhone Pro 11なら、打つことができます。はい、これはですね、iPhone 11のインカメラで撮影します。インカメラの画像もかなり良くなってますね。はい、でインカメラだと、いきますよ、1、2、3、4、従来の iPhone7 ぐらいの距離が必要になりますね。ではインカメラでもスイングを見てみましょう。これ自分で確認しながらできるからいいですね。まあ、こんな感じの写りです。この iPhone11 のすごいところはインカメラでもスーパースローが撮れるので、撮ってみますね。インカメラはこんな感じです。はい、ただいま帰ってきました。やっぱりですね iPhone11 の方が2メーター、2歩ぐらいで済むのでかなりゴルフの撮
便利だと思います。映す人なかなかいないじゃないですか。一人で練習するので、やっぱり一人で練習するときはちゃんと自分の振った感覚と現実がどうなっているかをはっきりさせないといけないので、撮影は大切なんです。なので iPhone11 の広角モードがとても大切になります。この広角モードで自分がトップがどの位置か、インに上がってるかアウトに上がってるか、自分の中ではインにしてるのにアウトになってるとか、その辺を確かめないといけません。そういう風に練習することで練習の効率が上がり、ゴルフが上達すると思うので、皆さんも iPhone11 買える人はおすすめです。今回の動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。